シニフィアンとシニフィエはフェルディナンド・ソシュールによって初めて定義された言語学の用語。また、それらの体のことをシーニュと呼ぶ。シニフィアンはフランス語で動詞シグネファイヤーの現在分子型で意味しているもの、表しているものという意味を持つ。それに対してシニフィエは同じ動詞の過去分子型で意味されているもの、表されているものという意味を持つ。 日本語では、シニフィアンを、記号表現、脳期、シニフィエを、記号内容、初期などと訳すこともある。なお、脳期、初期は、一般言語学講義の小林秀夫による役業であり、以降広く用いられたが、現在では用いられることは少ない。シニフィアンとは、この持つ、感覚的側面のことである。例えば、海という言葉に関して言えば、海という文字や、 海という音声のことである。一方、シニフィエとは、このシニフィアンによって意味されたり表されたりする、海のイメージや海という概念ないし意味ないようなことで、ある。そして、表裏一体となったシニフィアンとシニフィエの体が、シーニュすなわち、記号である。シーニュ、日本語の場合、英語の場合、シニフィアンとシニフィエの、関係は、と捉えることができる。コットロープ、 フレーゲの指摘にもあるように、シニフィエにあたる意味ないし、概念は指示対象とは必ずしも一致しない。この意味において指示対象はレフェランと呼ばれ、シニフィエとは区別される。ありがとうございます。